はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。ではファミスタクライマックス、ドリームペナント最終戦になりますね。3連戦ドラゴンズの3連戦やっていきましょう。で、現在3位になってるんですが、首位タイガースとのゲーム差は1、2位ヤクルトとのゲーム差は 0.5 ということなので、まだまだこれからというところになりますね。じゃ あ忘れる前にファミダスを早速引いておきましょう。タイガースのゲーム差が1あるんですけど、得失点差なのか何なのか、いずれにしてもこのままゲーム差1を埋めるだけだと逆転できない可能性があるんで、タイガースが2回負けてくれることをちょっと祈らなきゃいけないっていう苦しい状況にはなってはいるんですけどね。コンピューターの強さを強いにするだけでここまで苦戦するとは正直思わなかったな。スタンリッチの金は2枚目ですかね、出てましたね。さあ、では野手の10連も引いていきましょう。おお、田中健介が出たな。ただ今セカンドはもうね、菊池涼介でね固定しちゃってるんで、田中がちょっと使えないかなというのはありますけどね。さあ、それでは奇跡の逆転優勝を目指して3連勝がマストですからね。タイガースと直接対決がないっていうのがちょっと苦しいかなというところなんですよね。タイガースがね負けてくれないと優勝にこぎつけられないっていう状況はどうにもならないですからね。では武田の代わりに先発を、田島はスプリットか、これただあれですもんね、リリーフですもんね。そうするとスタンリッチか大谷か、まあスタンリッチだな。で、宮西、松井、まあ、中崎のところに復帰した田島を入れましょう。まあ、田島がねもともとその入っててくれればこんなことにはならなかったと言いたいところなんですけどね。宮西を外すだけだと足りないか、松井を外して松井のところに例によってオーレンドルフを入れましょう。そしたら1点勝ってる場面で田島を先に投入するとかっていうことがねできたんですけどね。まあ今となってはかな。さあ、今日のドラゴンズの先発は大野。まずは角中がツーベースで出てくれましたね。ちょっとここ最近だと走塁のミスがあるって、ランナー出た後ですね、走塁でミスしないように気を配っていきましょう。これでノーアウトランナーが三塁一塁で糸井、ここは強振を狙っていこうかな。あー、ただここは剛速球の前に空振り。ここも剛速球、2球続けてきましたね、剛速球を。よし、フィルダースチョイスでまずは1点ですね。畠山もここは強振、いやここは普通に打っていきましょう。これがなんかうまい具合に変なヒットになってくれたな。運が向いてきてるか。で、柳田ですね。で、柳田の当たりでどうだ、各ランナー進塁できるね。これはうまいバッティングですが切れてきます。剛速球にうまく、まあ振り遅れ気味ではありましたけど合わせていけましたね。これでノーアウトランナー三塁一塁で4点入ってる場面。
なんか今回はすごく打線がつながってくれてるな。まあ運要素も多分にあるヒットがありましたけど、でレアードのあたりを入ると、いやーなんか楽できそうだな今回は。ピッチャー岡田にスイッチしてますね。森のあたりは当たりはいいんですが、センター大島が追いついています。スタンリッチのあたりは、これはさすがにヒットならないですね。ノノウェイが抑えています。惜しい。角中のあたりは内野安打とはいかず、これでこの回7点取って攻撃終了。このボールにね、絶対振ってくれなくなってますからね。高速スライダーで仕留めに行きたい。ナーイス、畠山のダイビングキャッチですね。荒木は足が速いな。 A プラスか。これはさすがに追いつけないかな。高橋のツーベースを許してしまいましたが、ここはビシエドを抑えておけば問題ないでしょう。さあこの回にも決めに行きたい。菊池涼介って走力は B 止まりなんだな。もうちょっとなんか足が速いイメージありましたけどね。剛速球、これは打ち上げてしまいました。ショートどの上が抑えてワンアウト。これはちょっとドラゴンズ打線のうまい守備に阻まれてしまって、畠山が走塁しましたね。さあこの回で決めるためには坂本にホームランが欲しい。坂本はツーベース、これでレアードにシングルヒットではちょっと帰ってこれないかな。その坂本の足でも、ただ長打が出れば10点目が入るけど、これはさすがにそうはいかないかな。平田のあたりはレフト糸井抑えてワンアウト。今のボール坂本抑えられないか。これ三塁まで行かれるかな。際どいけどセーフですね。まあ、ここはちょっと気落ちせずにしっかり抑えに行きましょう。まだまだ点差に余裕はあるので、空振りを取りに行くようなボールで攻めていきたいけど、ここはどの上にうまいこと運ばれちゃいましたね。レフト前ヒット。こういうところできっちり0点に抑えられる練習しておきたいけどな。でピッチャー岡田のところには当然ですが代打が出てきますね。足速いね。どの上がそこまで足が速いとはちょっと思わなかったけど、これはさせるでしょう。よし、くしくも
相手のリリーフも田島が出てきましたね。ここはスタンリッチにそのまま投げ切ってもらいましょう。角中のあたりは強振で振りに来ましたが上がりすぎですね。でスタンリッチはバテてますけど、ここはもうスタンリッチが完投してもらいたい。この後の激戦に備えてリリーフ陣は極力使いたくない。これはレアードがちょっと飛びつけませんでしたね。でタイガースとヤクルトの結果だ。問題はタイガースは勝ってるかヤクルトは負けてるので、これで、ゲーム差1のまま、あ2位には浮上ですね。タイガースがここで負けてくれるなり同点なりになってくれてるとよかったんですけどね。タイガースも強いな。2止まりか。そしたらオーレンドルフとスタンリッジをまずは入れ替えてですね、スタンリッジのところには今日の先発は大谷を投入しましょう。今日のドラゴンの先発はバルです。いや角中最近いいね。1回先頭打者出てくれる確率が結構高い。で菊池涼介に関して言うと対左のスキルが発動しているので、これも期待できるよね。で角中の足なら帰ってこれるんじゃないか。よし、まずは1点先制ですね。で糸井チャンス、バルデスの決め球は剛速球ですね。ここももう初回で試合の主導権を握りたい。そういう意味では糸井にも出てほしいけど、ここは糸井は逃げていくボールに空振り三振。畠山はちょっと当たり損ないのファーストへのハーフフライですね。柳田の当たりはサード高橋のダイビングキャッチの前にスリーアウトです。追い込んだら大谷のウイニングショット、打ち取った当たりではあったんですが一二塁間を抜けてきます。ここは無難にファーストを刺しましょう。これは切れていかないよね。入っていくか。まずいね。逆転のツーラン。ビシエドに対しては1球緩いボール投げましたが、これが決まって空振り三振。今のボールもね、抑えてほしかったけどな。平田の当たりね。やっぱり点は取れるときに取っとかないとこういう展開になってきますね。負けると本当にこのシーズン優勝はなくなってしまうっていう、そういう場面なので、まあ、そうならないためにはどうしてもここは抑えないといけない。どの上か、ちょっと怖いな。ここはもう大谷全力投球でいってもらいましょう。急落ちるボールを挟んで、よし空振り三振。
まあ、高橋ね、逆転のツーラン浴びましたけどね、まだわからない。抜けてってくれればというあたりですが、ここは抜けていかないね。これは落ちるよね。よしよしよし。レアードはただ足が遅すぎるので、レアードを返すには森がツーランを打ってくれるっていうのが一番いいんだけどな。レアードの足、森の足でどうだ、いけるかな。アウトになるか。大谷っていうのが唯一の好きだな、ここは。ただ大谷の当たりは、どの上のスーパープレーの前に阻まれたか。いやー、悔しいなー。今の大谷の当たりが抜けてればというところでしたけどね。このバルデスは確実に打ち取りましょう。よし、これでツーアウト。入らないよね、大丈夫だよね。危ないな、危ない当たりだったな。で、荒木のところですが、ここでもう1点も取られたくない場面なので、西野を投入しましょう。しょうがない、ちょっと予定より早いですが、西野を投入して確実に0点に抑えましょう。まあ1番から始まるんで、西野をね、買いまたきにできるっていうのはありますからね。さあ、まずはこの回に最低でも逆転しないといけない。最低でもっていうか、もう逆転しかないのか。危ないな、今のボールも完全に落ちきらなかったからな。うわー、ここは剛速球来ましたね。抜けてかないか。いやー、追い込まれたな。しかもここで剛速球でしょ。やってくれるね。追い込まれた、追い込まれたけど、これは入ってくれ、入らないか。糸井はなんとかツーベースで首の皮一枚つながって、どうしようかな。ここは畠山で行くか。畠山、いやー、シーズン終了。いやー、タイガースの優勝が決まった。いやー、これはちょっと言葉に出ないけど、しょうがないですね。で、ここでちょっと皆さんにね、まあそのリベンジというわけではないですが、7周目をプレイするべきかどうかっていうのをちょっとね、チャンネルの、あるいは動画のコメント欄、もしくはツイッターの方までお寄せいただければなと思います。で、もしね、もうファミスタはいいんじゃないのっていうことであれば、ちょっとファミスタの方はここで一旦終わりにしてですね、違うゲームの方に注力をしていきたいなと思いますし、いやいや、まだまだファミスタやってよっていう声が多ければ、ファミスタの方はね、ちょっと継続したいなとも思いますんで、ぜひぜひ皆さんの方から動画、チャンネルのコメント欄、もしくはツイッターの方まで、ご意見お寄せいただければ、ファミスタを継続するかどうか、決めていきたいなと思いますので、ぜひぜひ、お声をお聞かせいただければ嬉しいなというふうに思います。まあ、これは消化試合にはなりますけどね、最後までちょっとお付き合いいただければ嬉しいですね。まあ、今回やっぱりその前半かなり手こずってしまったっていうのと、田島ですよね。田島が途中で怪我をして離脱してしまったところ、ここが痛いですね。それがなければ、まあ、もう少し余裕を持ったプレーができてたんじゃないかなという気もするんですけどね。
なんかここに来てすごくうまく噛み合ってる感じするな。今日の相手の先発は吉見ですね。もし継続プレーをするんであれば、まあやっぱりそのプリズムか、今吉見は虹色に輝いてますけど、レベルが10以上になるとこの状態になるので、金色カードのまあ選手たちはこの状態になんとかしていってあげたいなとは思いますよね。畠山がなー、ホームラン打ってくれましたけど、1個前でさっきの回の最後の打席であれが出てくれるとうおーって感じだったんですけどね。まあただそれにしてもあれなんですよね、結局前の試合でタイガースが勝っていたんで、ゲーム差なしなもののタイガースがそのまま優勝っていうことに、まあ、なってしまってはいたかなというのはありますけどね。さあここでレアードになります。レアード今三塁なんですけどね、その欲を言えば走れる走力があればなお良しですよね。まあ、レアードの打力に関してはもちろん文句つけようがないんですけど、どうしてもレアードが二塁にいるとき帰ってこれないっていう場面がありますからね。あとはもう一つ言うと、セカンドなり、まあ次の塁を目指すときにもちょっと足がねバタバタしてしまう場面っていうのが目につくケースが多かったので、まあ、そういう意味でもちょっと走れるサードがいるとまあより得点力が上がっていくかなというのはあるので、もし7周目やってっていう声が多くて7周目じゃあやろうってなった時にはね、そのあたりは少しいいカードを狙っていくのか、あるいは買っていくのか、サードは補強ポイントになりそうですね。まあ打線は水物って言いますけど、やっぱ打てる時と打てない時結構差があるんで、そう考えると投手陣ももう少し安定感がある、特に落ちるボールを持った投手、先発投手も欲しいので、まあ、ちょっとねそこのバランス見ながらっていうことにはなるかなとは思うんですけどね。今日畠山いいバッティングするね、前回と打って変わって。ここで吉見をノックアウトですね。ピッチャー岡田に代わって、岡田は剛速球167キロ出てますか。で武田もね結構使いやすいピッチャーですね。このボール、カーブ、あのボールにはなるんですけど結構振ってくれて、かつ空振りが取れるんで、剛速球とかだとタイミングが合わされると持ってかれちゃうんでね、やっぱりホームラン、そのリスクがないボールっていうのは投げやすいですね。そういう意味で言うとやっぱりこのカーブはじめ落ちるボール、フォーク、スプリット、この辺りを持ってる投手が1人2人先発でいると、勝ち星がまあ計算しやすいかなと思いますけどね。ここは福田は、ボールを見極めてきましたね。ちょっとカーブにドラゴンズ打線が手を出せなくなってきてる。ここは岡田に代わって又吉がドラゴンズの方は先発になってます。うん、中継ぎで出てきてますね。うーん、坂本なしでもセカンドまではいけないか。
で、このレアードね、さっき補強の話をしてましたが、打力は見ての通り文句ないんですけどね、このセカンドに行けないんですよね、足が遅すぎて。今はあえてセカンドまで走らせましたけど、あのボールがね、そのセカンドを狙えるっていう動きになってくると、まあ森より得点が狙えるかなというところにはなるんですけどね。さあ最後の試合になりますか。ここは有終の美で飾りたい、完封と行きたいところなので、ここでピッチャーを守護神、西野を投入していきましょう。ん、藤井はボール、フォークを見極めてくるか。となるとちょっとボールを動かして、ここからウイニングショットで空振り三振を狙いに行きましょう。大島はゲッツーはちょっと狙えないかなというバッターにはなってくるんで、ここもフォークボール多投していきましょうか。最後はどうだ、させるか。うーん、セーフですね。杉山をさせないってなるとどうなんだろう、そのキャッチャーも補強ポイントになってくるのかな。森バッティングはもちろん文句なしなんですけどね、肩がもうちょっとあればというところで、6周目ドリームペナント、最終戦勝利で飾ることができました。いかがでしたでしょうか。まあ、ただ残念ながらペナントレース自体は2位で、終えるという形になってしまいましたので、さっきからお伝えしている通りね、ドリームペナント7周目プレーするべきか否か、皆さんからのご意見、お待ちしてますので、ぜひぜひお声をお聞かせいただければなというふうに思います。というわけで今回はここまでにしてですね、まあ、次回継続するなり、あるいはまた違うゲームで、お会いできればなというふうに思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。